中祭りチャンネル、エスパルスが好き。2023年3月4日、J2 第3節、清水エスパルス、対、V、ファーレン長崎、トランスコスモススタジアム長崎、来場者8242人。清水は4、4、2、2トップはサンタナとディサロ、前節からのスタメン変更はなし、岡山は4、3、1。キックオフ。清水はボール保持からフォワードにまでつながりも良い。長崎もサイド突破からボールに迫る。だが互いにフィニッシュは決めさせない。うん、両チーム互角の展開だが、ついに先制点を許してしまう。右サイドを突破され、清水の弱点ファーサイドへクロスを上げられた。それを頭で折り返され、詰めていた選手にゴールへ流し込まれた。はあ、またか。1対0のまま前半終了。後半開始。清水はボランチ松岡に変えて白崎、サイドバック吉田に変えて岸本を投入。その岸本が躍動した。右サイドをオーバーラップし、力強く勝負する。チャンスを作り出し、チームに推進力を生み出していく。しかしプレーが雑な面もあって、ファール、イエローカードも受けてしまう。清水はシュートチャンスを作るが、決定機的な場面には至らない。サンタナと北川に変えて乾と神谷を投入。しかしゴールは遠い。アディショナルタイムは6分。残り2分の場面、相手のクリアボールを山原が右足ダイレクトでふわりと前線に送り込んだ。それをディサロが胸トラップ、そしてボールが浮いたまま反転し、引き足ではない右足でシュート。ゴール、それがゴール右上に決まった。キャー、決まった。やったわ、やったやった。起死回生だ。崖っぷちのエスパルスを救った一撃だった。そしてゲームセット、1対1の引き分け。開幕3試合連続のドローゲームとなった。アカンは加点、ほぼ負け試合、負けを覚悟しとった。ただディサロの個人技で奇跡的に引き分けただけや。怒って関西弁になってる。最後の一瞬まで全力で戦っているのはディサロだけなのか、そう見えてしまう。そんなことない、ホナウドだってすごく戦ってた。谷もみんな。ずっと感じているのは、みんなディフェンシブすぎるから攻撃にスピードがない。ファンやサポーターが見たいのはそんな試合じゃない、強いエスパルスが見たいんだ。でもディサロのファイティングスピリットはゴールという形で現れた。きっと他の選手にも何かが伝わったはず。そして今後は相手チームもディサロへのマークがきつくなるし、その分サンタナや北川、カルリのチャンスも生まれやすくなるはず。強い気持ちで攻めてほしい。次の試合は中3日でルヴァンカップ川崎戦よ。スタメンがどうなるのか、リーグ戦とは変えてくるだろうから、誰が出るのか、そこが楽しみでもある。森重選手が見たいな。僕は鳴岡選手が見たいけど、怪我の回復次第かな。週末にはリーグ戦の大分戦があるから、ディフェンダーの鈴木選手や高橋選手は休ませてほしいな。まあ相手が川崎フロンターレだから当たって砕けろ、思いっきりやってほしいよ。どんなメンバーで臨むのかな。それを楽しみにして水曜日を待とう。じゃあ今回はこのあたりで、バイバイ。